長い、そこからもずっと。もうずっと、もう海外ばっかり影響を受けて。あでもまあ、その影響を受けながらも、ちゃんと自分のなんか方向性も言い出して、まあ、もちろんね、年々その精神的にも成長してて、うん、中身とかも見えてくるようになるから、表面的なものだけじゃなくて、他の学びながら、ああ、こういうところもちゃんと理解しなきゃな、みたいな。うん、でも知りたい欲が俺すごい強いから、うん、常にやっぱ、まあ最初はニューヨークスタートで、はい、LA スタートで、そっからニューヨーク行って、今度マイアミ行って、3月にウィンターミュージックカンファレンスして、はい、ちょうど多分エレクトロとか EDM がブワーって、全盛期の頃に、うん、そこマイアミ行って、はい、当時、マーク・ロンソンとか結構好きで、あかっこいいなと思ってたから、やっぱマークロンソンやってるんだって言って、そしたらその下のメインフロアでクラッシュさんがやってたりとかさ、あ、マジっすか？クラッシュさんすげえとか思って、もうやっぱ、普通に本当にマイアミの当時歩いてた時に、お前 DJ クラッシュかと思って、いや、ちょっと身長違うだろう。でも違うけど、そんな聞かれるぐらいやっぱすごいなぁ、影響量ってすごいなぁ。なんかちょっと嬉しくなってるね、同じ日本人として。マーク・ロンソンとか昔レッドゾーンとか。そうだね、一番最初のレッドゾーンのゲストが多分マーク・ロンソン。あ、違う、ストレッチか。ストレッチアンソン、次がマーク・ロンソン。その前に自分のパーティー、ワットっていうのは、そうだ、ハーレムとか、はい、この先に、まあ、オアナとしか昔、30年前ぐらいかな、20年前ぐらいに、B スタジオっていうのがあって、はい、そこで、ニューヨークパーティーやったりとかしてて、いろんな場所を見つけて、自分で、俺とかこうやとか、あと、ハウス、ディープハウス業界のイチロー君っていう DJ がいて、はい、その辺の人たちと一緒に手を組んで、ハウスヒップホップでこうコラボして、こう、パーティーを。まあまあ大きい場所で借りて。で、それで最終的にハーレムでやった時に呼んだのがマーク・ロンソン。知り合いにマミっていて、はい、このマミって多分昔の YOMTV ラップスの日本版かな。間違ってたらごめんなさい、はい。それのメインのなんか司会みたいになってて、彼女はやっぱりずっとニューヨークにいて、まあ、今も日本にいるんだけど、めちゃくちゃやっぱりその、いろんな DJ の人たちのつながりがやっぱりすごいあって、うん、で、マーク・ロンソンっていい DJ いるんだけどどうみたいな。はい。わかんないけど、とりあえずって呼んでみたらめっちゃ良くて。まだ、ウーイーですかね。ウーイーよりもまあ出てない。あ、まだ全然出てない。出てない。あ、そう。それこそまだフリップスクワットってわかる、ね、あ、はいはいはい。フリップスクワットってファンクマスターフレックスの多分カウンシャも入ってたのかな。アルバムあるんだけど、はい、初期の96年とか7年。多分知る人ぞ。知るその DJ のクルー、その中にマークロンソン入ってる。あ、そうなんですか。へぇー。ファンクマスターフレックスのメインだよね、多分。あ、はい。で、その頃からは、その頃はもう当然知らないんだけど、後々知って、あ、こいつなんだ、みたいな。あ、そうなんすね。どんな DJ するのかなって思って呼んで初めて聞いたら、まあ、いわゆるオープンフォーマットの走りというか、ああ、まあまあ確かに。やってて、なんじゃこりゃ、みたいな。で、完全に俺とフォーヤはもう、それ食らっちゃってさ。へぇー。そっから、またその、90年代見てたヒップホップの DJ のカルチャーの、またその違う部分がちょっと見え始めてきちゃって、で、今度はまたもうそっちを、またこう、ニューヨーク行って、ガンガン見に行って。でもそのオープンフォーマット先駆けじゃないですか、うん、その時ってもうセルアートっていうか、ないないない、まだ。あ、ない時にそういう感じ。へぇ、そうなんすね。そうそう、それこそ俺衝撃だったのが、マドンナとなんかのヒップホップのインスト、アカペラ、マドンナのビューティフルストレンジャーって、はい、そういうのアカペラ使って、何とブレンドしたのかちょっと忘れちゃったんだけど、普通にヒップホップとブレンドしてやったりとか、おぉ、すごい。モービーかけて、モービーになんか、ヒップホップのトラック重ねたりとか、はい、それアナログでやってて。もう言ってみれば、だから、一個はインストで、一個はそのアカペラで。でもそんな発想ないじゃん。ヒップホップのアカペラとか、まあね、R&B のアカペラにヒップホップとかだったら、全然、なんか理解できるんだけど、うん、俺の中でわけわかんないっていうか、すごいみたいな。新しいの来ちゃったな、みたいな。だから、まあ、今でいうオープンフォーマットとはまたちょっと違うというか、あ、確かに結構アートがしっかりあったんだよね。それこそなんだろう。ジョージ・メンソンもかかり、ムム・トム・クラブもかかり、ビギーもかかり、そう、ネプチューンズ、
かかり、JG もかかり。確かに最初は、ACDC もかかり。カルチャーショックだったっすね。マドンナかかり。ニューリズミックスのスイートドリームスもかかって、それこそスターダストのハウスとかラフトパンクもかかったりとか、うん、そこの振り幅とかがもう自由すぎて、へぇ。わけわかんねえな。だけど、全部なんか、線で繋がってんだよね。ああ。それを解読したくて、自分の中で、ね。なぜそうなってんのかみたいな。でも、ま、私にまた入学です。もう行って、ひたすらクラブ行って、ずーっと聞いて、いろいろ。メモって、選曲を全部メモって。1曲目何々。で、これに重ねてた。言ってみたら、今みたいに、その、スポティファイじゃないよ、ないじゃないですか。もう全部だから。必死で全部ノート書いて。でも覚える能力が俺あって、曲の。いまだにわかんないんだけど、なんかその前の人の DJ のプレイとか、はい、かけた曲全部覚えられる。あ、なんか俺それインタビューかなんかでも聞いたことある。プレイバックしちゃうっていうか、あえてするときもあるんだけど、はい、なんでするかって言ったら、まあ、これはもう一押し。今2回かかっててもいいでしょうって気持ちでやるんだけど、うん、基本的に全部わかってる、自分で。すごいっすね。で、なんかクラブ、多分それクラブ行って覚えるっていう癖がついてたから、はい、それで養われたのかなと思って。で、朝帰るじゃん、クラブから。はい、例えばじゃあマークが聞きに行きました、うん。そのノートバーって開いて、1曲目が全部書くんだよ。最後まで。でもわかんないのもちろんあるんだけど、でもほぼ8割はコンプリートできた。マジっすか。こうやって、ね、今、ある、持ってきたらよかったね。今度、ほぼ誰にも見せたことないんですけど、こんぐらい分厚いのが2冊ぐらいあって。まあ、それ、当時。今までの、そういう、行った時の。うわ、その、今までの、その、まだ、セラートになる前の。はい。なる前。だから、そのレコード。プレイリスト。アナログっすよね。アナログの時代。で、8割コンプリートしてます。8割コンプリート。まあ、やばいっすね、それ。マーク・ロンソン、AM は有名なところで、ストレッチ・アームストロングとかも全部。自分が聞いた時のやつが海外行って。で、書くのはなんでかって言ったら、はい、やっぱりその、どうしてこういうふうに一日こうなってるかとかを理解したかった、ね。ああ、そうですね。そう。でもそれを書くことによって、ああ、なるほど、みたいな発見もあったりとかして、もう同じことやっても同じにはならないし、やっぱその空気感も見た上で、そうですね。なるほど、みたいな。で、そういう勉強の仕方次第っていうか、なんか勉強っていうのも好きすぎちゃって、ああ、追求心。もう俗にオタクっていうかも、うん、そう DJ オタク。楽しくて、なんか、分かりたいな、みたいな。自分が分かんないことをやるほど面白いものってないじゃん。ああ、まあそうですね。理解しちゃうとやっぱちょっとどうしてもつまんなくなるし、うん、あまりにも広がりすぎちゃったり、みんなと同じになるのも嫌だった。ああ、なんかちょっと開拓の段階っていうかさ、オープンフォーマットほとんどやってる人そんないなかったし。まあ、確かに。そんな斬新なことやってるやつだよ。俺らの時代は、俺が横で見ても、こうやと、あとりょうとかさ、うん。他、アルマキとか。最初僕もその時、そうぐらいしかいなかった。デッドゾーンとかその当時、俺も遊びに行ってたんですけど、うん、最初もう分からなかったっすもん、ね。そうでしょ。なんでヒップホップのイベントでロックみたいな。なんでってなるでしょ。その時本当に理解っていうか、いや、俺ヒップホップ聞きてえのになぁ、みたいな。そうやって、やっぱなんだろう、デッドゾーンでも、正直言うと、全部自分たちのやってることを受け入れてもらえてるわけでもなかった。ああ、そうなんですね、うん。もちろんなんかやっぱロックかけて、あーってなるよね。ああ。でも、なんでそれでもやりの、通そうと思ったかっていうと、うん、絶対的に間違ってないっていう何かがあったっていうのを見に行って、ああ。で、それを、なるほど。まあもちろん、なんだろう、アメリカだから成立するって言っちゃえばそれまでなんだけど、うん、でも、もうそもそももっと辿っていったらさ、ブロンクスが始まり、俺らやってることってそこの部分を見た上でこういろいろ広げてってるわけじゃない。やっぱり原点があるわけじゃない。で、俺はやっぱその原点をちゃんとしっかり理解して、まあ 100% 理解できてたとは思えないけど、見よう見まねでもやっぱ表現して、新しいものをやっぱ提示してあげるってことが、ヒップホップとしての生き方だなと思ってたので、あるものを、なんだろう、みんながやってることをまたこうずっと繰り返してやるっていうのは、そうですね。あれを見つけてね、これマジ面白くねみたいな。それもこうやってずっとやり合いっていうか、一緒にやっぱりこう、切磋琢磨して、まあ、あいつももう追求心半端じゃないからさ、うん、こっちがぼーっとしてるとどんどん置いていかれるから、やっぱもうその競争心がやっぱり、ね、いい刺激を生んだってる。でもその時ももうレコードでもそういう感じでやってた。最初レコードだもん、ずっと5年、6年はレコードで、それこそ新宿に
ビートコレクターズって 80s とかロックに強い、はい、12日に強いレコードがあって、そこにもうバンバン買いに行ってたヒップホップやな。へぇ、これちょっと全部集めるのまずいわってなって、それまではレアグループ、ソウル、ファンク、オールドスクールとかさ、買ってたのが、何やってんだろ俺ら。だいたい荒野とかが。確か振り幅めちゃくちゃ広いですもんね、看護さん。まあ振り幅は広いというか、みんな広いとは思うんだよ。はい。でもなんか、俺はもう本当クラブミュージックっていうところでの、なんか振り幅を勉強してきたというか。やっぱそれ海外が結構やっぱ、めちゃくちゃし、まあ、影響受けてるよね。へぇ、まあ、本当にもう、今でも影響受けてる。ああ。やっぱ意識してるっていうか。あ、そうなんですね。自分でもちろんクリエイトすることもね、大切だから。うん。自分の感覚っていうのも、大切にしてるけど、でもやっぱりなんかちゃんと基礎は得たいなみたいなところがあって、やっぱそのニューヨーク、アメリカもそうなんだけど、アメリカ全体もそうなんだ、まあ、LA 行ったりとか、マイアミ、ラスベガス、サンディエゴ行って、ニューヨークいろいろ行って、いろんなところを見た結果、俺の中ではやっぱニューヨークはやっぱりアメリカの中でもちょっと特殊というか、そこだけでもう国になってる。あ、まあまあ確かに。いろんな人種がいるじゃん。やっぱその、スパニッシュの人もそうだし、うん、まあ、まあブラックの人も、白人の人も、エイジアンもいっぱいいるし、まあ、いろんな、うん、もうインド人もいっぱいいるし、なんかその、いるおかげでというか、なんかいろんなミュージックすっごい混ざってるというか、うん、で、そこを、まああんだけの都会だから、やっぱりこうさらになんか、都会的な発信をするんだよね、その音楽を消化して。それがなんかすっごい面白いな。うん。やっぱ、LA に行ったらやっぱベイエリアの音楽とかやっぱりさ、E40 とかさ、トゥーショートとか、ニューヨークであんまり関わらないような YG のちょっと濃いやつとかやっぱよくかかってたりとかするし、ニューヨーク行ったらあんまそんなかかってないな、みたいな。でも俺別に全然、ね、日本人だからいいもんがいいで、そこは別に何でも受け入れるけど、あ、なるほど、やっぱ土地勘ってあるんだな、みたいな。サンディエゴの方に行ったらやっぱりちょっとメキシコ系の人も多くて、ラテンとかでもちょっと突っ込んだラテンとかすげえかかってたりとかして。あ、そうなんですね。なるほど、みたいな。へぇ、で、スパニッシュハーレムとか行ったら、それこそ、なんだ、バチャータとかさ、うん、そのぐらいまで行っちゃうラテンミュージック、レゲトンだけじゃなくて、そういうのも見て、あ、なんかやっぱ面白い。へぇ、どんどんなってってさ、ヒップホップある意味もう理解しやすいとか吸収しやすいけどさ、うん、全体的なもんね。そういうところの突っ込んだところってやっぱちょっと難しいじゃん。まあ確かに。それがまた面白くて、うん、まあそれは昔で言うロックとかエイティーズを吸収しようと思った感覚もちょっと似てて。だってもう、なんだろうね、まあハウスミュージックもそうだけどね、あれね。まあそれは俺ダンスがあったからすごいなんか、勉強するようになったっていうのもあるけど、でもハウスもヒップホップのカルチャーにじゃあ全部が混ざり合うかって言ったら意外とそこはちゃんと線引きされてるというか、うん、ヒップホップのクラブの面白いところは何でもありのようで何でもありじゃない、あ、まあまあ確かにそこに美学があるみたいな、うん、そこの美学が面白くて、あ、全部何でも取り入れて、じゃあハウスだからでも奥の突っ込んだところまで行ってそれをヒップホップのじゃあパーティーにバーンと落としたってどうだろう、全くそれはもう、うん、ナンセンスというか、いやいや、なんでダフトパンクとかで止まるとか、じゃあ未だにショーミーラブがかかったりとか、まあ、80s で言えばユーリズミックスのスイートドリームスがかかるとか、うん、やっぱりパーティーミュージックで、やっぱ、まあ、それこそ2000年ぐらいから結構、うん、やっぱヒップホップもポップカルチャー入りしてったみたいな。ああ、そうですね。で、いろんな人種がやっぱ来やすくなったのかな、っていうのもあるので、うん、で、さらにやっぱ音楽も、そういう振り幅が広がってって、やっぱ白人の人いたらやっぱちょっとそっち系の音楽かけるとやっぱすごい盛り上がるし、特に今東京でやっててもやっぱ本当にいろんな人種の人いるから、まあ確かに。人種によって音楽の反応全然違うんだよね。そこをやりながら結構、やっぱちゃんと全部の人種楽しませなきゃってなったら、こんだけの振り幅で絶対にロックすることって不可能。まあ、そうですね。そういうのもやっぱ、ニューヨーク行くといろいろ答えがあったりとかして、未だに学んでるというか、まあ、東京でも今、もうどんどんインターナショナルになってきてるから、うん、やっぱそのためにはいろんな音楽たくさん聴いて、で、ちょうどいい、やっぱ、
クラブミュージックかけたいな、うん、パーティーミュージックというか、アンダーグラウンド、シンプル、突っ込んでなんぼとかじゃないよっていう。あー、なるほど、ね、スローバックだってやっぱどん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 アップデートされていくし、うん、やっぱそういう面白さがあるんだよね、うん、ね、DJ って。じゃあ結構その DJ 上手くなる秘訣はって言ったらやっぱその現地、まあ、その現地っていうか、上手くなる秘訣ってなったらまたちょっと話は違う、また違うけど、まあ、いわゆるクラブ DJ として上手くなる秘訣はまあ、ね、そうだね、現地行ったりいろんなものをやっぱちゃんと理解することかもしれない。ああ、なるほどですね。なんでこうなんだろうっていうのは、うん、最初はなかなかそこにたどり着くのって絶対難しいから、うん、好きなことをやりながらこうちょっとずつ学んでいけばいいなと。ああ、なるほどですね。でもやっぱ世界に、アメリカに限らずいろんなところに行くっていうことは自分にとってプラスしかないから、うん、まあ確かに、うん、やっぱ外を見ることは大事だなと、うん、そうですね、うん、僕もやっぱその東京、うん、もう多分 2,3 年ぐらい毎月ぐらい来だして、うんうん、もう全然発想とか変わって、ね、全然違うっすね。それはまたいろいろ世界ともっと変わるんですよね。そうですよね。もうコンプリートはできないなと思ってるから、うん、だから面白いし、やめられない。そうですね、まあ、確かに簡単だったらもういいやみたいな、うん、ね、そうですね、他のゲームやろうってなるじゃないですか、うん、確かに答えなかなかないですね。ないよ、やっぱ極めることがなかなかできない。そうですよね。なんでかって言ったらやっぱ常に進化していくから、うん、やっとできたなって思ったらもう古くなってんだよね。まあ確かに。もう次のところも見ていかなきゃいけないから、やっぱスピード感もすげえ大事だし。確かにスピード感本当今尋常じゃないですね。半端じゃないよ。もう今でもその速さって、うん、新しい音楽をやればスピードだけか、進歩をかけることが速さじゃないんだよ。うん。給付も含めて全部変わっていくから、うん、全体の、まあ、クラブ DJ だけのことを言ってるけど、うん、そこの悩みの極めがやっぱ面白い、うん、今のところにヒント隠されてるんだけど、そのヒントを見つけるのがなかなか最初は難しかったりするから。ああ、そうですね、常にアンテナ張って、うん、やっぱね、いろんなところ見てないとやっぱ止まっちゃうしね、うん、